ユーグ10世のリュジニャンは中世フランス王国の貴族でラマルシュ博、アングレーム博、ラマルシュ博ユーグ9世の子、リュジニャン家出身でエルサレムをギードリュジニャンは同族にあたる。イングランド王ンの2番目の日イザベラ・オブ・アングレームの再婚相手として知られている。父博ユーグ9世はアングレーム博領の相続人のイザベラと婚約を結んでいた。ところが、 イングランド王ジョンがイザベラと結婚したことにより、ユーグ9世は、フランス王フィリップ2世に訴えた。フィリップ2世はジョンに、法廷の出頭を命じたが、ジョンが拒絶したことにより、フィリップ2世は、ジョンの大陸領募集を宣言、安住帝国の崩壊につながった。二百十九年、第五回十字軍に参加した父がダミエッタで亡くなった、タメラ・マルシュ伯を、相続。 1216年に、ジョンが亡くなり未亡人となったイザベラと1220年に結婚した。この結婚で、アングレーム伯領も手に入れ、西フランスの有力貴族にのし上がった。1241年に、ママ子のヘンリー3世と共に、ルイ9世に反乱を起こしたが、鎮圧された。1246年に、イザベラが亡くなった後は、長男の遊具11世に、 アングレームを譲り、3年後に死去。ラ・マルシュ伯領も、ユーグ11世が相続した。イザベラとの間に9人の子を設けた。ユーグ11世アングレーム伯、ラ・マルシュ伯、ハクアイマーウィンチェスター大司教アガーテ、シャトーの領主ギヨームでショビニと結婚、アリス、サリー伯、ハクジョンド・ワーレンと結婚、ギー・ジョー・フロア・ウィリアム、ペンブルック伯、マルグリット、トゥールーズ伯、ハクレーモン7世と結婚。 イザベラ、モーリス・ドクランと結婚、ジョフロア・ドランゴンと再婚。ありがとうございます。